今回はエアスタジオというところでレコーディングしたんですけど、この仕事に就いた、一番最初のキャリアっていうのが、東京ディズニーランドのショーの仕事だったんですね。なので そういういわゆるこの現実から離れていくメルヘン的な世界の音楽というものを表現するっていうことを、かなり長い間やっていたので、まさに魔人はそういうことがいっぱいできるんだなと思って、非常に楽しみに取り組んできたっていう。で、実はその自分が今までこういうサウンドトラックに関わってきて、ロンドンでなくてはできないことがあったんですね。それは、やっぱりいろんな国によってミュージシャンというのはやっぱ優れたミュージシャンっていくらでもいるんですけども、特に金管に関してはロンドンの金管っていうのの、そのいわゆる音楽に対するフィーリング、歌い方であるとか、そういうものが非常に私たちの求めているサウンドに近いというか、もう最初に音が出た瞬間からやっぱり自分たちが思っているそのサウンドのフィーリングをしっかり持っているミュージシャンたちで、こういう表現がどうなのか分かんないですけども、書かれたものを非常に正確に表現してくれていて、とてもエキサイティングして自分でも嬉しかったです。で、今回はストリングセクションを東京で撮って、その優れたロンドン のミュージシャンたちもとてもそれについてすごく優れたセッションだってこういうふうに言ってくれたんですけど、東京の優れたミュージシャンたちと、ロンドンのまた一つロンドンでしかできない歌い方をするミュージシャンたちの、コラボレーションっていうのがまず僕たちが今回チャレンジしたかったんですよね。それでその魔人の世界をやっぱり本当に皆さんの心の中に正確に染み込ませるということをいつも考えて、自分の心の実はこれを、作るにあたっていくつものサンプルの絵を僕はもらっていて、その絵を見ながら毎日考えていたんですけども、そういうものを自分の心の中に一回通して出てきた音楽をもう一回皆さんの心の中に染み込ませて、ゲームの世界を楽しんでいただければと思います。